前回新直撃のタイトルなんだっけ。てかさ、前回のあらすじやんなきゃいけない。え、何ブリッジのあらすじみたいに5分ぐらい尺伸ばせって。無理無理、だって前の動画5、6分しかなかったじゃん。それからまた5分って何、全部入れろってこと。無理だっちゅうね。まあなんか前回あらすじみたいにやれって。はいはい、なんだっけ、そのあんな感じだよ。そうそう、りょうが怒って A ちゃんが変なもん作って、まあそんな感じだよ。じゃあ続き見よう。お、タオルに包まれている。なかったかな。なかったか。持って帰ったから。使えるだろあれ。持って帰ったから。ボソって言ったよね今。これは。え、待って、何これ。オウム。ああ、ナウシカ。明かりよ。すごい。自分の声出んの。これは何ですか。それはホルモンって言って内臓を表したんです。そう、今回はホルモンを先に焼き、その上でケチャップ味のチャーハンを作るのさ。ホルモンの油が米に混ざることで濃厚な味が引き出される。名付けて内臓チャーハン。おお、なるほど。この焼きそばは何を表しています。焼きそばは触覚を表しています。焼きそばをフライパンに乗せ両面を焼き、ソースを絡めることでオーブンに触覚できる。さらに錦糸を焼き、オーブンの皮を作る。先ほど作ったチャーハンを器に詰め、胴体を作る。その上に錦糸を並べ焼きそばをつける。最後にプチトマトを半分に切り、それを麺に仕立て、レタスを加え、煙の演出を作り上げて完成だ。どれどれ。うまい。次行っていいっすよ。マッでーす。じゃあいただきます。はい、どうしようかな。あ、なんかある。なんだろう。え、なんだろうこれ。え、なにこれ。クリームコロッケです。うん、おいしい。これまあなので本当は隠し味の本当は、うん、ドリアンになります。さて、私はサービスの方から見させていただいてますが、オムライスなのに箸、これはマイナスポイントですね。普通はスプーン、しかしまあ焼きそばがあるから許せます。とりあえず勝負は、まあ、味もありますからね。いただきましょう。これはまさにオムライス。うまい。さて、ここで審査員が決まった。ではどうぞ。はい、勝者両選手でした。おそばす。俺の猫バスが負けた。やっぱりょうさんの方が名前と作品にちゃんと関連つけててなんか面白いなって思ったのと、隠し味のなんだっけ、クリームチーズコロッケがすごい美味しかったです。いや、あのクリームチーズコロッケも美味しかったし、あのすごくいい感じにやってたんですけど、やっぱトーさんにはかなわないかなと思って。お前ピーしか言えないな。まあ正直迷いました。味のバランス的にはエイドリアン選手あなたのが美味しかった。ただし今回のテーマはジブリ、見た目の可愛さという意味では両選手の方が1枚上手、うん、味では A ちゃん。さて決めどころは私の反応です。 A ちゃん、美味しい納豆入ったぜ。納豆？嫌い嫌い。
納豆だったらくせー許されお前に食撃を挑む。おわかりよ納豆お好み焼きです。うわハロハロ皆さん元気してるかい。なんなんだこの、この動画を気に入ったり我々の活動をもっと見たいって人はぜひこのチャンネル登録してくれ。新しい動画は毎週木曜日投稿。最後まで何だったんだこのノリは。うまいうまいうまーい。